フーイエの顔が近づく。俺は少し緊張する。そして、フーイエは自分の額を俺の額にぶつけた。違う！俺は自分が少しがっかりしていることに気づいた。え、たったこれだけ？リョウ、お前は本当にいい子だ。今なんでその話になるの？フーイエの額が俺の額と触れ合っている。つまりそれは彼の大きな顔が俺の眼前にあるということ。今俺は彼の呼吸をこの肌で感じている。お前のすぐそばでお前を守れるフーイエの俺は本当に幸せ者だ。なんかこれから死にに行くかのような発言だね。お前は優しい子だから時には優柔不断なこともあるが、俺はそれが悪いことだとは思っちゃいない。お前は実家に帰りたくないとは言うものの、それでも俺やお前の兄弟までは嫌うことなく接してくれる。俺はその部分が本当に素晴らしいことだと思う。自分の夢にこだわるお前の考え方だって俺は称賛する。もちろん俺としてはお前が家に帰ってくれることを望むが、それとは別の話としてな。りょ、もしそうなったとしたら、俺はお前の支援をしてやりたいと純粋に思っている。突然告げられたフーイエの本音の数々に、俺は少し気恥ずかしさを覚える。でも内容が唐突すぎたから、俺の頭が混乱してる。ねえ、もう会えないかのような。でも、なんで今になってそんな、いきなりそんな話を？こういう時はお互い本心を打ち明けるものじゃないか。本心を打ち明ける？そうさ、でなきゃお互いのことを信頼できないだろ。そう言われて俺は少しばかり戸惑った。確かにフーイエは自分のことを信頼してくれと言った。その場合においてこういった本心を打ち明けるという行為は間違いなく効果的だろう。しかし心理的な問題を抱えていることが信頼関係に影響するというのなら、俺にはずっと聞いてみたかったことが一つある。けど今みたいに時間がない状況で、こんなこと聞いても本当に大丈夫か？でも今のこれは、俺がフーイエを信頼できるようになるためだよね。だって、この疑問に対する回答が得られない限り、俺はきっと、やっぱり、聞かなきゃ。それなら、俺聞きたかったんだ。フーイエは今そう言ってくれてるけど、俺のことをそういう風に気にかけてくれるのは俺がリンケの子供だからじゃないの？俺がもしもリンケの人間じゃなかったら、フーイエがこうやって俺に接してくれることはなかったんじゃないの？どうしたんだ。確かに俺がこうしてリョウと話したりできているのはお前の霊力の才能があってこそだ。しかし、リョウがリンケの人間であろうとなかろうと、それは所詮俺たちの関係の一つでしかない。リンケの人、ものだからこと、だから好意的に見ているということはない。事実、フーイエとジドンが仲違いしていた例は過去に多くあったぞ。そもそも、憑依が可能か否かという部分と、関係が良好か否かという部分に関係性はない。俺も多くの例を見聞きしてきたが、ジトンと齟齬があるけど憑依することはできるフーイエもだいぶいた。まあいわゆる公敵と書いて友と読む関係というやつかな。その認識絶対間違ってるって。だから鍵となるのはやはりお前が俺を信頼してその体を貸してくれるかどうかという部分になる。とにかくより多くの物事を共に体験していけばいいという話だ。だからつまり、フーイエが俺のことを気にかけてくれるのは、リンケの子供だからって部分とは関係ないってことでいいんだよね。もちろんだと思う。確かに、お前がリンケのものである以上、俺にはそれを守る義務がある。だが俺は必ずしも。必ずしもって何？必ずしも俺は、お前がいい子だと思うわけじゃないんだ。なんでいい子呼ばわりなの？それって俺を子供だと思って見てるわけでしょ？いいよ。というより、
俺は亮のことが好きだからこう言うんだ。ヒュー、え、俺のことが好きだから俺がいいことを言う？そうじゃなかったらなんだ。お前が林家の子供で俺はお前を気に入っている。だからお前がいいことを言う。自分の好きを表現するってこの理屈におかしな部分があるか？いや、その普通に使われる場合と意味が違うよな。だから結局フーヤからした俺はどういう存在なの？俺のことを気にかけてくれてるのは林家のものだからっていうフーヤの義務？それとも俺が言うことを聞きやすくて、言うことを聞きやすくて扱いやすい存在だから？俺にとってお前は好きな林家のものだ。動揺した俺の体が揺れる。それどういう意味？おっと、これだけでは言葉が足らんな。まあ最初からこうするつもりだが。お、まさか。だからどういう意味なのさ？こういう意味だ。まさか口を塞ぐか。これでフーヤは俺の唇に自分の唇を重ねた。チュッチュッ。ということで重ねてます。もともと俺たちの顔はとても近い距離にあったから、俺はその行動に対するとっさの対応も全くできなかった。待ってたんだろ？むしろ待ってたのは視聴者の方か。フーヤの舌が俺の口内へと侵入してくる。そこまで。オディープ。フーヤの舌は熱くて長くてザラザラしていて、猫科だからな。それが俺の口内を埋め尽くしてしまうかのようだ。わずかにためらいつつも、俺は自分の舌でそれに少し触れる。けれどもフーヤの舌と比べれば俺の舌なんか微々たる存在。よって俺にできることと言ったら、フーヤの舌が俺の口内をかき回していることをただ受け入れるのみ。だいぶベロベロずんどこどっこいしょしてますね。そうして口の中がかき混ぜられているうちに、俺の心の中では池の水面を春風が撫でた時のごとく、波紋という名の動機が徐々に大きく広がっていく。ある意味好きなようにされるがままのこの感覚も俺としては心地いいんだけど、これで理解してくれたか？大体は。まだ大体か。これでもまだ足りないのか。お前がな、俺がはっきりと言わないと信じてくれないっていうのは自信なすぎだからじゃないのかって俺にだって配慮することはあるんだ。配慮することって何？とにかくお前は俺にはっきり言わせないといけないなら言ってやろう。亮、俺はお前が大好きだ。お前を誰にも渡したくない。お前には傷ついてほしくない。これならはっきりしてるだろう。トゥンク、ジュン、ジュワ、うん。顔がほてる。どうしたんだと俺は自分自身に問いただす。これでお前が俺のことを信頼してくれるかどうかのはのかどうかは分からん。だが俺はお前を守る。守護る。俺自身の手でお前を守る。これは俺のわがままかもしれんが、だから亮。フーヤは俺の肩をつかみ、真剣な眼差しで俺を見つめる。俺はお前の体の中に入りたい。どの意味で？どの意味で？俺に、俺自身の手でお前を守らせてくれないか。手だから違うか。入る手、体、なの？なんかその言い方やけに怪しく聞こえるんですが、というかこんなの余計に恥ずかしくなるだけだって。狙ってるなって言い方で思い出したのがゼノサーガのエピソード1、桃の中に入らないでーって
とても狙ってましたよね、あのセリフは。うん、試してみよう。俺、試してみたい。何でも試してみるもんさ、男は度胸。男は度胸が先か。本当に風影が憑依できるかどうかはわからないけど。大丈夫さ、もし失敗してもまだ。あー、ユンバ起きちゃった。礼儀正しい。いつも通り。部屋のドアを叩く音が響く。おいでなすったぜ。でもどうやら時間のようだ。よかったね、チュッチュしてる間に来なくて。すまん、リョウ。もし憑依がうまくいかなかったら、俺はチェンハンに助けを求めようと考えていた。あのバットだったルートの方か。しかし奴はもうすぐそこまで来ている。逃げ場はなさそうだ。つまりは、まだ最後の手段があったってこと？未だに俺はユンバーが俺を本気で傷つけようとしていることは信じられない。けど、だからといって今、他に取れる行動はない。また、ノック。これしばらく待ったら、もう一回ぐらい叩いてくれるかな。俺がそう考えながら戸惑う中、再びドアを叩く音が響く。それにしても、ユンバーが本当に俺を攻撃するつもりなら、こうやって素直にドアを叩いたりするかな。できれば何かの間違いであってくれと願いながら、俺は目の前のドアを開いた。へい、いらっしゃい。あ、BGM が違う。緊迫というより、なんだろう、ラストバトル前のような。リョウ、君がここに来たのは、リョウの力、欲しい。俺がそれを断ったら、力尽く、君の封印は勝てない。と思うじゃん。そいつはどうかな。試してみるか。いつの間にか服も戻ってるしね。うん、来るなら来いと俺は言ったんだ。これまで過ごしてきて、俺はお前のことを多少は理解できたつもりだったが、いざ蓋を開けてみれば、俺の想像通り、お前はただの悪党だった。お前を寮のそばに留まらせてしまったのは俺の責任だ。だからこそ今この場でその思い違いを正してくれる。やるつもり。そのつもりで来たんだろう。あの、すいません、あの、とりあえず外出てもらえませんかね。あの、ちょっと寮の室内でやるのやめてもらえません？自分ただお前の思い通りにはさせんぞ。寮は俺がシュゴル。ユンバーが戦闘態勢に移る。フイエも答えるように手を伸ばした。しかし、その手は俺へと差し伸べられている。寮、タッチ。だったら面白いけどな。あとは寮頼んだぞって言って、あの、寮の陰に、こう、こそっと隠れて、俺やんのって。ある意味間違ってはいないんだけど。俺は差し出されたフイエの手を握り返した。フイエの大きな手は俺の手をつっかりってなんだよ。包み込みが先に。先行しちゃった。こういうのをね、実況中ってどうしても初見で読むから、読み込んでしっかりね、その文章の意を捉えて読むっていうのは難しいんですよ。でもできるだけしっかり読めるように、例えばあの、今このしっかりととか俺の手をとか、ここら辺読んでるときはもう次のところ読んでるんですよ。目は同時に読んでると、あの、難しいところとか変なところでね、どうしてもつっかえちゃうから、やっぱ次を読んだりするんですけども、今のはここら辺読んでるときに、あの、もう包みが読んでたから、つっかりとっていうね、混ざっちゃった。しっかりと包み込む。それは彼のシュゴルという強い意志とともに俺へと伝わる。その直後、俺の手は空気を握りつぶした。かと思うと、まるで温かい空気が俺の手のひらを通って、体の中心へと流れ込んでくるかのような感覚に陥る。お！なんか、変身前の BGM っぽいね。目の前にいたはずのフーイエの姿はいつの間にか消えていた。しかし俺は、
自分の体の中に彼の力が流れ込んできたことをはっきりと感じている。俺の手が一人手に持ち上がる。その動作に一瞬驚きはしたものの、さっきまでフーヤが言っていたことを思い出してすぐさま理解した。すなわちこれこそがフーヤに憑依されるということ。憑依合体フーヤ。このさらに先になるとまた別のね武器とかにオーバーソウルさせるんでしょ。憑依されたばかりでもわずかながら、その強大な力の脈動が感じられる。もし俺の心に迷いがあったなら、フーヤはこうして憑依できなかったんじゃないか。あの宙が効いたな。俺の体が戦闘の構えを取り出す。かっけー、なにこれ心なしか量ちょっと肉体無機としてない、もともと結構あったのかな。へー猫獅子のブランドだ。なんだろうまあ憑依合体スタンドのようにも見えるけど、かっけー。体の重心を極めて低い位置に移動させながら、獣のごとく腰はわずかへ上へと引く。その構えはまるで獲物への吸収を狙う虎がごとく。虎がごとくこれって風家だからその辺と関係あるのかな。ちょっとぎこちない体勢だけど。ユンバの表情にはかなりの驚きの色が見られる。彼は様子見とばかりに小規模な雷撃をこちらへと放った。しかしフーヤは逃げも隠れもしない。放たれた雷撃は俺の額へと命中した。それは俺の左目を少しばかりくらませたが、逆に言えばただそれだけのことで終わった。痛みはみじんも感じられない。外出ませんフーヤが俺の口を動かして喋る。これアニメだったら、この俺が喋ってるの同時にフーヤが喋ってるみたいなさ、わかる、ゴテンクスみたいな感じでね、編集 やれって思うじゃん。めんどくさいからしません。思い知るがいい。寮の体に俺が憑依した以上、お前はもう勝てないということ。こうして現実に干渉できるようになった今の俺にはな。試す。あ、こうなってたんだ。ユンバはその場から一歩踏み出し、部屋の中へと侵入してきた。だから外でよ。彼が寮の手を水平に持ち上げる。今の俺には彼の動作がはっきりと目視できている。フーヤはさらに俺の体を低く構え、左の手で直接床をつかむ。俺は自分の太ももに力がこもるのを感じる。もうエフェクトかっけえ。藍色の攻防がユンバーの支柱から放たれたと同時に、フーヤも彼へ飛びかかっていた。雷光が一直線に襲い来る中、フーヤはそれを受け止めてユンバーの胸口につかみかかる。しかし刺すような激しい痛みが体に走ると同時に、俺の体は大きく弾き飛ばされた。ふっ、なかなかやるじゃねえか。フーヤは再び体を低く構え、吸収の体勢を取る、姿勢を取る。そこへユンバーもまた雷光を放つ。しかしフーヤは体をひねってそれをかわしたかと思うと、一気に前を縮め、その鋭い爪をユンバーの腕へと振り下ろした。痛い。雷光は無差し、ユンバーが後退する。彼は爪を受けた場所をもう片方の手でかばうように覆っているから、どれほどの傷を負わせられたのかまでは伺い知れない。痛い。あ、回復した。今の音回復じゃない？それでも彼はひるむことなく、こちらへと手をかざした。すると、緑色の光が周囲一面に拡散する。フーヤはさらなる追撃の構えを見せる。ところが、あたりに散っていた緑色の光が無数の筋を成したかと思うと、それらは突然俺の体へと絡みついてきた。何するの？まさかこのままエロ同人みたいに。これは、封じする。気がつけば緑色の光はいつの間にか富士のつるくさに変わっていた。それらが俺の体にまとわりつき、手足の自由を奪う。フーヤの追撃の構えも崩される。そのスチルはないんですかね、触手プレイのようになって。悔しい。でも
お前が藤鶴があるように見えてるけど、なんかこれも口調違和感あるな。だから俺が振りほどけると。いやそれは無理。解けないよな、それをしても。ユンマは空気中の何かを握っているような手つきで両手の形を維持している。見たところあちらもその状態の維持に苦戦している模様。それはまるでユンバオとフーイエが現れた富士通路を通して力比べをしているかのようだ。くそ、こんな大量の力どこに残して。フーイエが俺の口を動かしながら忌々しそうに力を込める。現在の俺の体は自分の指揮下にないが、全身にかかる強烈な緊迫感だけは感じられる。ビグンビグン。ユンマもまたそれに負けじといた様子で藤鶴を緩めない。すげえ顔になってる。フーイエが低くうなる。板垣漫画だったらハルルルルかな、グルルってよりか。チクショーが、チクショーが、チクショーめーか。あと一歩のところだったのに、これさえなきりゃ。君たち捕まえた。一緒に来る。ここまでなのか。俺とフーイエにはもうこれ以上何もできないのか。いや、まだ何か方法はあるはず。どうすれば彼に勝つことができる。どうすればフーイエの力を増幅させられる。チューじゃね。あ、でも今憑依しちゃってるからな。俺だってジトンなんだ。フーイエだけに戦いを任せてちゃいけない。俺が何とかしないと。フーイエが方向を轟かせてユンバを威嚇する。だが彼は全く意に介さず、そのままじりじりと距離を詰め、俺のすぐ目の前まで近寄ってきた。やばい、チューされる。そうだ、そういえばフーイエは前に言ったじゃないか、名前だ。なにこれ。勝利確定 BGM。 このちょっとこのドックンって感じで見えてるのなんだ。フーイエ、フーイエ、お前こそは林家のフーイエ、林フー。名付けた。